小説好きですか自分でも書いたことがありますか書いてみたいと思ってありますか若月るです。今日はですね、初心者さん向けの文章術ということで、比喩を含んだ文章を書くときの注意について話したいと思います。小説書いてるとね、やっぱり比喩表現で使ってしまいますよね。何々のようにとか、何々のようだ、何々みたいに、みたいなやつが比喩表現です。彼は蝶のように舞い。 蜂のように刺したとかね「花は風に揺れ踊るように」「雨は大地を揺らすように」「この世界は寄り添い合い生きているのに」で、これはガンダムですけれどもね比喩っていうのはこんな風に上手に使うと的確に伝えたいことを伝えるのに役立ちますしかもね豊かなイメージで伝えることができます蝶のように舞い蜂のように刺したってこれマイク体操なんですけれどもかっこいいじゃないですかすごい華麗なイメージですよね でもね、この比喩表現って使い方が下手やと訳が分からん文章が出来上がるんですよ。っていうのは比喩を入れるっていうのはイメージを使うのでどうしてもね何ていうのか文章がが複雑になりがちなりちんですね。これねネットで見かけたライターさんの記事ちょっと表示しますね。実際のもののもです。あの 申し訳ないんですけど分かりにくい例としてちょっと出させてもらいますね私は昔からターミネーターのように目的遂行に忠実な姉を怒らせずに済んで心底ホッとしていたっていうのがあったんですよで私ね意味分からんかったんですよだって私は昔からターミネーターって何なんターミネーターのように目的遂行に忠実な姉、ね、え何のこと シュワちゃんがマシンガン持ってる様子が頭の中に浮かんで訳わ,わからんようになりましたいやほんま意味ちょっと分かりませんやんこれね比喩表現が悪いんですよまあ比喩表現だけじゃなくて他にも合わせ技が組み合わさってめちゃくちゃ読みにくい文章になってるんですよねうんとね皆さんねちょっとここで考えてみてください何が悪いのかちょっと5秒ほど待ってから答えを言います ちょっとその5秒間に皆さんもコメント欄にここが悪いと思うとか書き込んでくれはったらいいですあのメモ代わりに使ってくださいコメント欄私全部見てますんで大体いいこれ5秒ぐらいじゃあここからちょっとね説明していきたいと思いますまず言葉の意味文章の意味ですけれどもこれはね一番伝えたい部分は姉を怒らせずに済んでホッとしていたっていう部分やったと思うんですよでそれを強調したたかった お姉さんがまあきつい性格やいうことを言いたかったやと思うんですよそやけれども使った比喩が適切ではなかったんですよ多分このお姉さん怒ると執念深くっていつまででもね荷物タイプっていうのかなあのちょっと怖いきつい性格のお姉さんなんやろうなと思いますだからうーんだからそのお姉さんが性格のきついところを ターミネーターみたいに、まあ、無表情でなんか詰めてきたりとかするのかな。そういうのをですね、あの、ターミネーターみたいって表現したかったんやと思うんですよ。そやけど、目的遂行に忠実って言葉が入ったので、なんか、お姉さんが根荷物タイプやっていうのが分からへんから、なんかわけ分からんのですよね。お姉さんは根荷物タイプですごいなんかきつい性格で、凝らすとずっとこう、なんていうのか、執念深く攻めてくる。 執念深く言葉で攻撃してくるみたいな意味だと思うんですよ。いけずしてくるっていう意味、あ、いけずっていうのは意地悪のことですけれども、意地悪してくるっていうことやと思うんですけれども、目的遂行に忠実って何やねんって、ちょっと根荷物、これは根荷物とか根荷物とか執念深いとか、あの性格がきついとかっていう表現とは違いますよね。 だかからイメージがわないんですよ。これね適切じゃない比喩表現を使ってるので訳が分からなくなった例なんですねもう一つ理由があって主語と術部これねこの間に文章がサンドイッチされてるんですね日本語っていうのは主語と術部がセットになってて「私は何々です」っていう風になるのが普通なんですね「私は」が何々にかかるんですよこれが 日本語です。せう,うのに、有表現の文を挟み込んでサンドイッチにしてしまう。これ、入れ子になってるんですよ。これ、なんていうのかなあの、初心者さんにはよくありがちなやり方、書き方なんですが、うーんとね、もう本当に、これ、文章長いのもよくないですよねあの。入れ子構造にして文章長くしちゃったっていうのがよくない。もうう一一つつののの文には一つの意味っていうのが、 分かりやすいんですよ。いやそんなんカッコ悪い。下手くそに見えると思うはるかもしれへんけれども、文章分かりやすさが大事なんですよ。こういう分かりにくい文章は良くない。例えばこの場合は、私は姉を怒らせずに済んでホッとしていただけにすればいいんですよね。そしたら、なんかこれでちょっとすっと頭に入りますよね。でも、 じゃあなんでお姉さんを怒らせずに済んでホッとしていたのっていう理由のところはどう書けばいいのどこで書けばいいのって思うはると思うんですけれども一つの文章として書けばいいんですよ私は姉を怒らせずに済んでホッとしていた姉はに、ね、荷物としつこいのだターミネーターのようにみたいにするといいんじゃないかなあの私は3つの文に分けましたこれでだいぶ分かりやすくなったと思うけれどももっと他にもいい文章とかあるかもしれへん。 こう書いた方がもっと分かりやすいよっていうのがあったらコメントしてみてくださいで皆さんねこれからは今日の授業の復習ですけれどもまず適切な例えになっているかそれから筆部と術部の間になんか変な文字が挟まってるんじゃないかこの2つを注意して書いてみてくださいそうするとねすっごい分かりやすくなりますよほなねおおおきにまたねバイバーイ